タイタンサターンシステムミッションはアメリカ航空宇宙局と欧州宇宙機関による計画中の共同ミッションでカッシーニによって多くの複雑な現象が明らかとなった土星とその衛星タイタンエンケラデスの探査を目的とする。NASA は推計約250億円を負担し2020年に打ち上げられ地球、金防止をスイングバイし2029年に 土星に到達することを目指している。4年間の観測のうち、2年間は土星を探査し、2ヶ月間はタイタンの大気の採取を行い、20ヶ月はタイタンの軌道上で観測を行う。2009年、木星とその衛星の探査ミッションであるイジザムが、タイタンサターンシステムミッションよりも優先すると決定された。TSSM は、公式には2009年1月に、 エサのタイタンエンセラダスミッションと NASA のタイタンエクスプローラーを統合することで創設されたが、両計画を統合するという構想は、少なくとも2008年初めからあった。TSSM はイジザムと資金をめぐって競合したが、2009年2月に NASA とエサはイジザムを優先させるが、2020年代の打ち上げを目指して TSSM の研究も継続されることが、 公表された。2009年2月と10月にはそれぞれミッション要素の詳細なレポートや湖に着陸するタイタン海洋探査ミッションのコンセプト等が公表された。熱気球がタイタンを周回する計画である。TSSM のミッションは1機のオービタとタイタン探査用の2機のプローブで構成される。熱気球はタイタンの雲の中を浮遊し、ランダーはメタンの海に着水する。 どちらのプローブのデータもオービタを中継する。プローブはカッシーニが行った以上の撮像装置、レーダープロファイリング、表面探査、大気サンプリング等の機器を備える。宇宙船はいくつかの惑星でスイングバイして土星に到達する。計画では2020年9月に打ち上げられ地球近世地球地球と4度のスイングバイを行い、 9年後の2029年10月に土星に到達するとされている。これは2018年から2022年の間に何度かある機会の一つである。しかし現在の NASA の計画では TSSM には優先権がなく提案される時期に打ち上げの機会が与えられるかはわからない。千二十九年十月に土星に到達すると大びたの科学推進システムが 大ビタを土星周回軌道に乗せ2年間の土星探査が始まる。この期間に少なくともエンケラデスで7回、タイタンで16回のスイングバイを行い、タイタンの軌道に入るのに必要なエネルギーを減少させる。エンケラデスのスイングバイの際には南極付近にある奇妙な氷の火山の噴火の観測を行う。熱気球はタイタンへの最初のスイングバイの際に放出され、 弾道軌道でタイタンの大気中に突入し2030年4月から2030年10月まで地球時間で6ヶ月間の観測を行う。熱気球は設計寿命の間に北緯20度に沿って高度約 10km の高さを少なくとも一周できると考えられている。タイタン表層階探査では湖に着水する。湖へのランダーのコンセプトについては 何度も繰り返し出されてきた。これまでで最も具体的な計画は、いわゆるタイムと呼ばれるもので、これはもともと別のミッションとして計画されていたもので、あるが延期され、TSSM の計画と統合されることとなった。承認されれば、タイムはタイタンへの二度目のスイングバイの際に放出される計画である。タイタンの持つ、モヤの層と太陽からの距離のため、ランダーは、 太陽電池で動くことができず、スターリング放射性同位体発電機から電力を供給される。探査機は2005年のホイヘンスプローブのように北緯79度の北極圏にある液体炭化水素の湖であるリゲア海を目標としてパラシュートで降下する。6時間の降下の間に大気の分析を行い液体の表面に着水する。その後、 3ヶ月から6ヶ月の期間で地表の有機物の採集、分析を行う。タイムは初めての地球外の海に漂う人工物となる予定である。リゲリア湖と地球のスペリオル湖の比較、TSSM の主な目的は次の4つに分けられる。ありがとうございます。